んにちは、こんばんは。本日はですね、越谷レイクタウンにおります。もともとですね、昨日京都千葉県でキャンプをする予定でした。だが大雨ね、大雨で今レイクタウン出たぐらいなんですけど、すごい晴れてんの、急に急にすごく晴れて、うわーどうしようと思って、ちょっと今から同じ千葉県にある、あ違うか、これは埼玉か、千葉県、もともと行こうとしていた千葉県にある大慶園っていうゲームセンターですね、知る人ぞ知る、あーごめん、急ブレーキ急ブレーキ、大慶園っていう急ブレーキに行きたいと思います。ゲームセンターですね。いやー本当に狙い撃ちで雨降ったわ。で明日以降ずっと晴れ。キャンプ行きたかったなー、本当にキャンプ行きたかった。じゃあまた、千葉県の近くになったら、動画撮りたいと思います。はいはい、皆様のおかげで千葉県に入りました。ここでお詫びがございます。冒頭のシーンですね、冒頭のシーンの私の口調がですね、非常にちょっと荒々しいと言いますか、口調が非常に悪かったので、そちらに関してですね、不快に感じた方々いらっしゃるかなと思います。そちらに関しまして非常に申し訳ございませんでした。はい、で現在ですね、千葉県に入って、なんかちょっと Google ナビで向かってるんですけど、小さい道ばっかり選んでね、危ないですね。であと5キロぐらいで着くんですが、あーすれ違い危ないですね。あ、ちなみに今回はですね、スマホで撮影してます。デジカメ持ってきてないので、スマホ iPhone8 プラス撮影しております。画質は結構綺麗なのでちゃんと見れるかなとは思いますね。ではまた大慶園の近くになったらもう一度、撮影開始したいと思います。はいはい、もうそろそろ着きますね。千葉県の市川市、あれ動物植物園、動植物園入り口、近くなんですけど、もうそろそろ着きます。あーもう赤い光が見えてきた、見えますかね正面。千葉県の市川市といえば梨が有名で、ほとんどこの周りが梨園だらけだったんですけど、これは大慶園の光ですね。大慶園の近く行くとこの赤い光がね見えるっていうのがあるんですけど、明るいわ。このままじゃあちょっと入場までお見せしますか。独特の世界観あるんですよねこれ、大慶園って。後ろもちょっと飛ばしてるか、あー来た来た来た、はい、うわーすごい、入りまーす。何この外国感、日本っぽくない感じの光、見てくださいこれ。上は入れないよな、もう雨なのに混んでるな、平日だよ。じゃあちょっと車止めて、せっかく来たんで遊んでいきますか。見てくださいこの雰囲気、ちょっとね、BGM が怖い、著作権が怖いんですけど、見てくださいよこれ、めちゃくちゃ広い。ではまずこっちの建物から入ります。こっちは確かゴーカートがあった気がしますね。日焼けマシンがありますね。これずっと昔から置いてある気がします、この日焼けマシン。使ってる人がいるのか分かりませんけど、よーい、アッパー上げて、スピード上げて、アッパー上げる、アッパー上げて、アッパー上げて、アッパー上げて、終わった、まあ、そんなもんね。
先ほどのコーナーがバッティングセンターと軽く軽食を食べるところ、そしてカラオケがありましたね。で最後のこちらの建物がおそらくメダルゲームと UFO キャッチャーとかかな。では入ってみます。まずは正攻法で、あ、けどこの辺でいいのかな。多分アームがめちゃくちゃ弱いと思うんで、これだと無理だと思うんだね。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいのこれ。傾けていけばいいの。どうしたらいいの。名前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 。次はこの穴にね、直接刺せばいけるパターンですね。これがね、得意なんで任せてください。こんくらいやっといて、こうして下げるだけ。はい、はい、全然届かなこれいったっしょ。嘘でしょ今の。すごい落とし穴なんだけど、位置は合ってるのにアームが邪魔して入んなかったんだけど。じゃあでは、さっきのライは故障、間違いなく故障だと思うので、何か不具合だと思うので、こちらはね問題ないと思います。初めから500円入れました。これいいでしょ、頼むよ。もう引っかかったでしょ。はい、苦節2400円、キノコの山ゲット。ありがとう、ありがとうございます。本当にメダルゲームやります。ラブジュア。あったー、あったあった。800円ぐらいかな。あとは続くかどうかっすね。大好き、こんなにあったかい。友人の分と合わせて1000枚ぐらいですかね。これを今からちょっと急いで消化します。
この競馬で454枚と692枚ありますんで、約1100枚かを一番人気展開したいと思います。ブラックミスキー、いやーね、99枚しか届けられなかった。エコポイント、だから200枚だ。1番、3番に200枚だ。オッズは 2.3。 3番、エレガントミュージー、しょうがない、次そしたら生まれんでどっかに行って4番、ラッキーポイント。これ当たっちゃったら結構やばいんだよ。ゴマスリーマン仕掛けた第4コーナー、ありがとうございます。3番、23、白い恋人だったんで白い恋人になります。え？見て、まさかの。どういうこと？手離してないんだけど。うわー。おかしいだろ今のは。もう一回行きます。なんで？おかしくなかった。俺がおかしかった。あ、なにこれ、ストップって自分でやるんだ。弱アームこと。アームレベルが一気に下がった。ちょっといろいろ遊びすぎたので、最後に、このゲームですね。このゲームを1000円使って、コンテンツしまくってどこまでいけるかやっていきます。No doubt, James helped you because of your bravery. Missed. Over. Finished. 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 Finished.7時ぐらいに来たっけな、7時ぐらいに来て、今ね11時ぐらいですね、4時間ぐらい遊んで、さすがに疲れたんで帰ります。はい、というわけで今キロをたどっております。トータルですね、本当に調子こきすぎて6、7000円使いました。6、7000円あればキャンプ用品たくさん買えたし、ディズニー行きましたね。なんだろう、あのディズニーの時、ディズニーから帰る時、夢の国から帰る喪失感と似たような感じありますね。大敬遠で失った6、7000円、なんだろう、なんか胸が痛い。
ぜひですね、千葉県に来た際、ディズニーランドだけではなく、大犬園にぜひ来てみてください。ディズニーランドと同じ喪失感、味わいますんで。というわけで、この動画、面白かったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、概要欄からですね、チャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。